こんにちは、杉浦です。今回はですね、洗濯機についてお話ししたいと思います。よろしくお願いいたします。まあ、洗濯機なんですけども、最近うち買い替えてですね、こんな違うんやなって思ったことがあったので、ちょっとお話ししたいなと思いました。で、今うちが買ってるのはこの縦型、普通に上を開けて上から入れて洗うやつですね。ちなみに買ったのはこういうやつなんですけど、日立のこのビートウォッシュってやつを買いました。で、12キロって言ってもちょっとでかいやつなんですけども、使ってみて感想はなんかめちゃくちゃいいなっていう感想なんですね。あと、めちゃくちゃ静かなんですよ。で、今の洗濯機が全部そんだけやっぱり静かだったりいいのかなとは思うんですけども、私が以前使ってたのがこのドラム式で、これもね、なんかちょっとイマイチだなと思うことが多々あったんで、そういったこともちょっとお話ししたいなと思います。で、このなんで前はドラム式だったのに縦型にしたのかっていうことなんですけども、ちょっと古くなってたのもあって、ドラム式がもう脱水がうまくできないような状態になったんですね。で、ドラム式ってこう回るじゃないですか、ドラムが。だから脱水がこれ難しいと思うんですよ。結局その脱水するのに洗濯物がちゃんと均等にこう広がらないと、こうガッタン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 になるんですね。で、そのバランスが悪いと止まってもう一回やり直すっていうことを何回も繰り返しちゃったりしてたんですけども、で、最終的にですね、うちのドラム式はもうその延々脱水とすすぎを繰り返すっていう、おかしなことになっちゃったんで、縦型に変えました。で、縦型はうち、もう一台縦型の小さいやつがあって、それをですね、僕がその私のですね、この趣味の柔術、ブラジリアン柔術のこの道着ですね、道着を洗うのに使ってまして、これ前からなんですけど、そのドラム式だとこの柔術着は重たくて脱水がうまくできなかったんです、柔術着だけ洗おうとすると。だけど、この縦型ドラム、ドラムというか縦型の普通の洗濯機ですね、6キロのすごい小さいやつなんですけど、それでやると、これだけ洗ってもちゃんと脱水までできるんですね。それで、これドラム式ってどうなのかなと思って、で、今回ドラム式は本当にちょっと調子悪くなったんで、この縦型に変えたっていうとこです。で、今のところ柔術のこの道着ですね、柔術だけを洗っても全く問題ないですし、で、静かですし、ものすごく調子がいいです。だから今私がお勧めするのは、縦型いいんじゃないですかっていうことになります。じゃあドラム式はダメなんかっていうと、そういうわけじゃなくて、多分新しいやつは新しいやつでちゃんと問題なく使えるようにはなってると思うんですけども、一つ気になるのがやっぱ構造的な話で、こうドラムが回るわけなので、どうしても洗濯物が偏った時にこうガタガタ揺れる可能性があるんですね。だから、その不安定になりがちなんじゃないかなと思います。そのこのドラム式がですね、不安定になりがちっていうのをなんでこう意識するようになったかっていうと、その洗濯機のですね、移動を水道屋さんと一緒にしてる時に、水道屋さんが言ったんですね。ドラム式って重いんですよねって。なんでかなって言ったら、ドラムがこう回るわけだから、どうしてもその遠心力でですね、こう不安定になりがちなんですね。だから下を重くするためにものすごく重いその構造になってるんですね、下の方が。だから普通の縦型に比べてもドラム式の方が全然やっぱり重たいそうです。で、下の方を重くすることで、ドラムがこういう風に回ってもそのガタガタしないように作られているっていうことなんだと思います。ですから、その何かあった時にこう出し入れしようと思うとちょっと重たいので、やっぱり一人じゃちょっと出せないようなぐらいの重さになっているんですね。ですから、その言えばこういったですね、こう道着なんかをかなり重たいもんですから、こういうのをこう入れてこの斜めドラムで脱水しようとすると、偏った時にやっぱりこうガタ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 なっちゃうので、僕はもうちょっとこっちじゃないとダメだなっていうのを思って縦型にしたんですね。ただ私のうちにあったこう斜めドラムがこれなんですけど、結構前の方で、もう何年なのかな、2009年、もう11年前ぐらいの方になるんですね。だからちょっと今の方とはちょっと比べ物にならないかもしれないんですけども、それでもちょっと
まあその構造を考えた場合にですね、やっぱりこっちの縦型の方が僕はその安定して動いてくれるんじゃないかなと思ってます。でまあちょっと余談なんですけど、この斜めドラムがですね、なんでうちに来たかっていうと、実は私結婚した時にこれ買ってたんですよ。三洋のこれ 何ドラムなのか知らんけど、こういう黄色の、まあこう縦に回るんですよね。で ものすごく気に入ってたんですけど、これがなんかその乾燥機もついてて、乾燥を使うとなんか火が出るっていうことで、何回もですねリコールになってですね、結局、まあ、最終的にはですね、こっちの斜めドラムと変えてくださいっていうことになってこれが来たんですね。だからこれもまあものすごく良かったんですけど、ただ私がまあ柔術始めて、柔術着を洗うことでちょっとそういうあの重たいものを洗うと偏って全然もう脱水ができないっていうことが発覚したので、もう今はもう迷いなくもうこっちにしようねっていうことで、まあ奥さんとですねお話しして、で縦型の方買うようにしました。だからもしですね、そういうなんか重たいもん洗ったりとか、あとまあ家族が多い方なんかはですね、できたらこっちの縦型の方選択された方がいいんじゃないかなと思います。こちらだとですね、容量も14キロとか、まあうちにあるのは12キロなんですけど、14キロとかっていうのもあったので、まあ大人数いても全然大丈夫っていう感じだと思います。 うちの場合はあの乾燥はついてないんですけども、家にあのカンタ君があるので、カンタ君で乾燥ができるので、もうこの洗濯機に乾燥機能のついたものは選んでないです。私が思うに洗濯機についてる乾燥機って、まあ昔に比べたらかなり良くはなってるとは思うんですけども、まあ、電気で乾かすっていうことなので、正直そんなにいい乾燥はできないんじゃないかなと思ってるんですね。やっぱりもう乾燥したいんだったら購入するのにお金はかかっちゃうんですけども、カンタ君ってやっぱり別で設置してガスの火でまあ乾かす方が乾き具合もですねもう全然違うと思いますんで、私がおすすめするのはまあ洗濯機は縦型で、まあ乾燥機はですね簡単ぜひ購入していただけたらなと思います。今回はまあ私がまあこの縦型の洗濯機を選んだ時のまあ考え方っていうお話になります。まあこれから洗濯機を買われる方はですね、まあ参考にしていただけたらなと思います。今回は以上になります。どうもありがとうございました。